さんこんにちは、高橋貴子です。本日は動画活用その14ということで、動画の持つ特性3、静止画ではない動作の伝達についてお伝えしたいと思います。静止画ではですね、止まった動きになりますけれども、動画ですと連続するものを見せていくことができるので、調理の工程とか、私の場合パンなので成形のシーンとかですね、そういうものとかを表現するのにとても向いています。で、実際に私は電子書籍で、動画がついたレシピ本っていうものを出しているんですけれども、そちらのレシピ本っていうのはその当時には動画付きっていうものがなかったので、非常にこう皆さんから便利で分かりやすいということで評判を得ています。ですので、お料理とかお菓子とかパンの先生っていうのは、必ず工程とかそういった部分とかが必要になってくると思うので、全てを公開していいというわけではないものあるのは存じ上げておりますけれども、そういったものとかが分かって、動作とか連続工程とかが分かるようなものに使っていくととても効果的なので、ぜひそういうシーンで動画も活用してみてください。